はい、すいません。ご紹介に預かりました、八島と申します。今から私のオンライン留学の体験談をお話しさせていただきます。今日はですね、この流れで、まず軽く自己紹介と、エンジェラン大学についてご紹介した後、オンライン留学に私がなんで参加したのか、またどんな内容を学習していたのかと、私がこうオンライン留学と渡航型の留学を比較して、今回感じたことをご紹介させていただいて、最後にプログラムのおすすめポイントとメッセージを伝えさせていただきたいと思います。で、まず自己紹介ですね。改めまして、八島真中と言います。文学部の4回生です。好きなことが海外ドラマとか映画の鑑賞であったり、旅行が大好きです。留学経験として、1年生の夏休みに語学セミナーで1ヶ月間フィリピンのエンデラン大学に渡航型で行ってました。で、2年生の秋学期のですね、認定留学でオーストラリアのメルボルンに行ってました。で、この間の夏休み、4回生の夏休みにオンライン留学としてまたフィリピンのエンデラン大学に、エンデラン大学行ってないですね。エンデラン大学のプログラムに参加してました。はい、日本から参加してました。こんな感じで1回生の時の語学セミナーとこの間のオンライン留学でフィリピンのエンデラン大学ってい う, こう同じ大学のプログラムに参加しているので、今日はそこも比較しながらお話ししたいなと思っています。でエンデラン大学についてこの4つの写真で少しご紹介したいなと思うんですけど、左側ですね、これ校舎の写真なんですけど、エンデランってこうフィリピンっていうイメージで、そのアジアのイメージとはちょっと違っていて、すごいなんかヨーロッパ調の建物もたくさんあって、すごい綺麗な大学でした。で、右側がこの卒業式の写真なんですけど、プログラムの最後にですね、卒業式があって、こういう感じで先生が送り出してくれてました。なんかこの写真から伝わってくるかなと思うんですけど、先生すっごい明るい人たちばっかりで、はい、あったかい素敵な学校でした。では、私がオンライン留学に参加した理由をお話しします。で、2つあるんですけど、1つ目は私の個人的な夏休み、4回生の夏休みは海外に行くってい う, こう個人的に作っていたプランが崩れてしまったんですね。で、3回生の1月の時に頑張って就活は4回生の5月までに終わらせて、その後は夏休みに海外旅行か、もしくはエストニアの夏季語学セミナー、これが新しくあるっていうのが私知ってたんで、どうしてもこういいなと思って、北欧っていいなと思って、もう一回語学セミナーに参加するのもありだなって考えてたんですよ。なんでこれにも申し込みに間に合うように就活を終わらせて夏は海外行くぞって思ってたんですけど、コロナで海外どころか国内旅行も厳しい状態になって、何にもできないっていう感じでこうプランが崩れてしまいました。でもう一つはゼミで、私英語を勉強してるゼミに入ってて、先生がアメリカ人なんですね。なんで卒論とかも英語で書こうと思ってたら、英語で先生に質問するんですけど、その時になんかこう言いたいことが全然出てこなくって、先生に質問したいのに質問がうまくできないっていう感じで、なんか自分の英語力の低下を実感してちょっと情けないなってちょうどなってたんですよ。でこの2つが相まって、じゃあもうちょっと夏休みにちゃんと英語勉強しようかなと思って、はい、オンライン留学に参加することを決断しました。でプログラム内容としては、先ほどからご紹介もあったと思うんですけど、マンツーマンで英語集中研修という形で、エンジェラン大学のフィリピンが行っているプログラムなんですけど、期間はこれ2週間から4週間あるんですけど、私は2週間参加しました。で、授業内容がチャプターボックスというのが、毎日先生と日替わりのトピックについて話していて、本当に何ですかね、旅行の話とか、あとはなんか世界が終わるとき何したいとか、そういういろんな、本当にいろんな話をしてました。で、2番のカルチャーエクスチェンジは、現地学生が、これも1対1で私とお話ししてくれて、衣装であったり、食べ物であったり、フィリピンの政治であったり、いろんなことについて現地学生と1対1でお話ししてました。で、3番のアクセントトレーニングでは、
発音について学ぶんですけど、その母音とか子音の発音の仕方とかからこう細かく学んでいくことができました。で次ですね、私の今回のオンライン留学と3年前の現地のエンディアン大学で学んだ時の状況を比較して、今回感じたことが共感が多い留学だったなって思っています。で先ほどからお話ししているように、こういろんなトピックについて毎日お話しするんですけど、例えばこうお気に入りの映画はとか、好きな俳優さんはとか、あと政治の話だと首相がどんな人かとか、そういう話もしてました。でこのいろんな話をしてたんですけど、なんで共感が感じられたのかなっていうのを私なりにちょっと分析したんで、それをご紹介します。で、エピソードごとにご紹介していきたいなと思うんですけど、お気に入りの映画ドラマはっていうトピックに対して、これほぼ毎日喋ってたんですけど、なんで共感できたのかなっていうと、まず私の趣味を先生が理解してくれるんですね。っていうのも、3年前はマンツーマンといえど、こうある一定数の先生が寛大に対する先生っていう感じでついてくれてて、そのいろんな先生が毎日日替わりでついてくれてたんで、毎日全く同じ先生っていうわけではなかったんです。先生が毎日変わっていて、でもマンツーマンっていう形だったんですけど、今回はもう毎日同じ先生だったんで、私の好みとか、どん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 日が経つごとに深く理解していってくれてて、なんで私の好きなことについてたくさん、はい、お話ししてくれました。で、あとはこの映画とかドラマに対して、私も先生もネットフリックスをよく見てたんで、そういう、こう世界共通メディアっていうのが今たくさん普及してると思うんですよ。それを通して、じゃあネットフリのおすすめで、これ見た、あれ見たみたいな感じで、あれっていいよねみたいな、そういう共感が多く生まれてて、これは3年前、あんまりネットフリ使ってるイメージがなかったので、はい、なんか3年間経って、共通のツールっていうのがもっともっと増えてきたんじゃないかなと思いました。で、次ですね、好きな俳優さんはっていう、これに対しても、なんか共感が得られたのかなと思っているんですけど、先生とちょっとイケメンについて話してたんですよ。女の先生だったんで、一緒に。で、結構かなり盛り上がってたんですけど、これでなんで一緒に盛り上がれて共感感じれたのかなって思ったんですけど、一つ目が画面共有でさっと見れて説明しやすい、一緒に見るのが当たり前ってここに書かせてもらったんですけど、3年前の状況で考えてみると、例えば俳優さんとか女優さんとか日本の人のことについて言いたいときに、基本的に私携帯閉まってたんで、まず口でこんな顔しててみたいな、こんな身長でみたいな、一個一個説明してて、でも伝わりきらないんですよ。なんで、まあ、最終ちょっと携帯出していいみたいな感じで見てもらってってやってて、もちろんその口で頑張って説明するのも大事なんですけど、今オンラインっていうことで、まず画面共有してってなって、すぐ画像出すんですよ。お互い出し合うんですよ。なんで一緒に同じ人のことを見てる状態で、あ、この人ってなんか鼻高いなとか、身長どうなんとか、この髪型好きやわとか、こう一緒に見てる状態で話せることが多かったんで、はい、そこも盛り上がれて共感できたポイントかなって思います。あとは、これはフィリピンということでアジアなんで、結構そのオーストラリアとか行った時よりも、日本のことについてすごいみんな知ってるなっていうイメージがあって、はい、日本の俳優さんとかアニメとか有名なんで、もっともっと文化的にいろんな話をこうお互いが知ってる状態でお話できたことが多かったかなって思います。最後ですね、日本の首相は好かれてるっていうトピックについてもこれ共感できたんですけど、3年前現地でこんな政治の話なんてしなかったし、今思っても政治の話を英語でするって結構難しいんで、個人的には避けたいなっていうふうに思ってます。なんですけど、なんでこれも一緒に盛り上がって共感を感じながら話せたのかなって思ったんですけど、これはコロナっていう、まあ、ね、言ったらダメなんですけど、意外とちょっとありがとうコロナっていうところがあるかもしれないんですけど、
世界共通でこんなに世界中で全部の国が同じ状況になっていることってなかなかないじゃないですか。それに対して、まあ、首相がどう動いているのかっていうことを一緒に話してたんで、これはコロナがなかったら多分もっと世界バラバラの状態なんで、そこのバラバラの状態の上での政治の話ってすごい難しいと思うんですけど、今共通の状態でその国がどんなことをしているのか、同じ困難の状況に対して各国がどんな風に対処しているのかっていうのを一緒にお話ししたんで、ベースが共通だったんで、はい、難しい話でもと英語で話しながら、あ、それってわかるとか、そういう、首相をもうちょっとこうしてほしいよねとか、そういう話も一緒に共感しながら話せたかなと思っています。で、こんな感じのこう毎日同じ先生であったり共通ツールが普及してるとか画面共有とか、こういう環境の変化が共感が多い留学の原因だったのかなっていうふうに思うんですけど、これってこう私の変化じゃなくて周りの変化だと思うんですね。で、外的要因に加えて私の気持ちにも変化があったなって思っているので、それもご紹介します。で、3年前私現地に行った時はとにかく私小学生の頃から文化の違いっていうものに興味津々で、行った時はもうとにかく日本とフィリピンで違う場所、違っているところをたくさん見つけようっていういろんなものをこうテイクする気持ちでいっぱいだったんですよ。なんですけど、この間のオンライン留学ではこんな状況でもつながれてることがとにかく嬉しい。なんで、まあ、文化の違いを見つけるっていう、違いをいっぱい見つけるっていうことよりは、先生からも、まあ、いろんな情報をもらいたいんですけど、それに加えて私もいろんな情報を発信して、お互いより深くつながれるように、なんですかね、私からもいろんな情報を発信して、お互いにつながり合うっていうことを意識してました。なんで、先生が与えてくれた情報に対して共感できるのであれば、さらに私も情報を与えたら先生もそれに共感してくれるかもしれなくて、共感できるポイントがこう倍増するんですね。私もギブの精神を持つことで。なんで3年前は違いを見つける、ただただもらいに行くっていう状況から、今回はお互いに与えられたらいいなっていう気持ちだったので、はい、より多く共感を埋めたんじゃないかなと思っています。で、最後ですね、プログラムのおすすめポイント、これは、6個あるんですけど、1つ目は会話量が多いことです。で、授業時間マンツーマンなんで、もちろん全部自分のための時間なので圧倒的に会話量が多いです。2つ目は個々のレベルに対応ということで、またマンツーマンなのでっていう理由なんですけど、先生が私に合わせてくれるのでどんなレベルの人でも参加できると思います。3番目、好きな期間に好きな時間だけっていうところで、バイトや他の勉強と両立できるっていうところなんですけど、私の授業が12時までだったんですけど、たまに12時半からのバイトに行ったりもしてました。そんなぐらい自分の事情と留学っていうのを両立できます。で、4番目、費用が安いですね。圧倒的に安くて、今回私は5万円ぐらいで、はい、参加しました。現地に行くと何十万単位だと思うので、はい、断然安いです。で、5番目は、安心なサポート体制ということで、これはエンデラン大学ならではなんですけど、日本語が堪能な現地スタッフがいらっしゃるので LINE ですぐに質問できるんですよ。もちろん英語でグループに投げたらフィリピン人のスタッフさんが英語で返してくれるんですけど、英語じゃちょっとむずいっていう問題が起きたときは日本語で対処してもらえるスタッフさんがいるので、はい、安心が他のプログラムよりもさらにあるんじゃないかなと思います。で、最後ですね、英会話面に対しては対話と同じっていうところで、現地に行った時もオンラインでも英会話面だけに注目すると、どんどんこう発話に日々こう喋っていけば喋っていくほど慣れていく感覚があると思うんですよ。で、この感覚は私今回オンライン留学でも感じられたんで、どんどん英語が出てきやすくなっているなみたいな、そういう自分の頭の中でのその変化っていうのはオンラインでも対面でも本当に一緒だなっていうふうに感じました。はい、
で最後メッセージとして、オンライン留学はそのコロナ禍でも何か行動したいなと思っている人であったり、まだ現地に実際に行って勉強するっていうのはちょっと不安だなっていうふうにハードルを感じる人であったり、また今オンラインに行って将来海外に行くときのためにちょっとスキルアップしておきたいなっていうふうに、そんな将来のための投資として使いたい人、そんなどんな状況の人にもオンライン留学っていうのは役立ちます。で、オンラインでも対面でもよく言うと思うんですけど、大切なのは目標を持つっていうことなので、はい、どちらに行くにしろこのことを大切にしていれば結構成長を実感できるのではないかなと思います。で、最後私の好きな考え方というか言葉をご紹介して終わりたいと思うんですけど、挑戦に対してよく成功か失敗かっていうかと思うんですけど、そうじゃなくてどんな挑戦も結果は気づきや成長だと思っています。なので一歩踏み出すことで失敗に終わることは絶対にないんで、はい、気づき成長をしたいなと思う、ちょっとでも思ってるのであれば、はい、ぜひ一歩踏み出してもらいたいなと思います。ご清聴ありがとうございました。